よろしくお願いします。足元気をつけてください。お願いします。お願いします。お願いします。はい。で、8ページから一度目。はい、お願いします。お願いします。この変態！カホリに見とれすぎ、通報するよ。何そのエロい目つき、キモ！いいや、見とれてた。おまわりさん、ここに痴漢がいますよ。キャー、助けて！おまわりさん、助けて！はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは囲みの方入らせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。どうでした、こうやってみて。人に見られてアフレコするのはなんか初めてだったので、ちょっとなんだろう、緊張しましたね。だいぶ練習したんですか？そうですね、たくさん。自宅で？自宅とか移動中とかに台本を読んで。誰か練習相手を？練習相手ですか？あ、でも練習相手は家だとお母さんに一緒に練習を付き合ってもらったりとかしました。なんか演じる上で気をつけた点ってあります？夏希ちゃん本当すごく活発で、すごく元気な子なので、なるべく夏希ちゃんに近づけるように私も。すごく運動神経抜群で、なんか道の真ん中でピョーンとか爆中したりとか、すごく運動神経が良くて、私は運動が苦手なので、そこはちょっとかけ離れてるなと思ったんですけど。セリフの中で結構のエロいとか、はい、そういう言葉が結構連呼されてましたけど、はい、普段使います？うん、そんなに使いはしないで劇中にもそんなにたくさん出てくるわけではなくて、たまたま今日やったシーンがちょうどそういう単語が出てくるところをなぜか抜粋されていて、はい、ちょっと、はい、びっくりしたんですけど。あ、そんな、そういうお話じゃないです。はい、君の作品に、はい、超能力が結構モチーフになってると思うんですけど、そうですね、渡辺さん的にはこんな超能力あったらなっていう。ワープ？ワープって超能力ですか？ワープ？別のところに移動するんですよね。そうですね、テレポーテーションですよね。テレポーテーション、そうですね。なんかすごくマイペースで行動が遅いので、多分ワープできればすごく行動が早くなると思うのでちなみに今はどこにワープしたいですか？今ですか？そこら辺です。確かに、はい、そこら辺がいいかなって。はい、ここから逃げたいということですか？逃げはそうじゃないですけど、ちょっと試しに近場に行ってみたいなと思って。来週ちょうどじゃんけん、はい、そうですね、はい、じゃんけん大会。今回はシード枠で1回だけ勝てば選抜メンバーに入れるので、まあでもその1回が大事なので、そこで勝てば入れますけど、負けたらもうそこでおしまいなので。じゃんけん弱いタイプ？弱いですね。去年一昨年と1回戦では勝つんですけど、2回戦で絶対負けてしまって、選抜入りは毎年できてないので、うん、弱いですね。じゃあ目標は当然選抜に入る？そうですね、入るからにはやっぱりせっかくだからセンターを勝ち取ってセンターになりたいですね。やっぱりこの辺で囲み取材の方終了させていただきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.